朝が来た。第16週。道を照らす人。第93回。あらすじ。雁助が、梅に、マテと一緒に、この家、で変化と話してるところへ、朝が通りかかります。朝は、宮部を押し戻して店へ戻り、そのまま九州へ送り出してしまいました。梅は後ずさった拍子に、鍋をひっくり返し、雁助が鍋を掴んで、やけどしてしまいます。雁助は、嘘出す。あんた連れ出して、下たら、お朝様に、なんで、なんで、言うて、追いかけられてしまいます境と、言います。梅が、どこにも、いかはりまへんな。と、聞くと、雁助は、きちんと、人工になるまでいてますと、答えましたね。栄三郎は、みんなを集め、鹿屋は、ついに鹿野銀行の看板を上げることに決めました。3年後の開業を目指しますと発表します。朝は、うちたちは、こののれんを守りたいからこそ、時代に合わせて、変わっていかなあきまへんのや。もちろん、両替屋から銀行になったら、新しなることも、量産あります。大丈夫だす。畑違いの炭鉱の商いと違って、銀行は今まで奉公してくれた、みんなの腕前と年季が、大いに役に立つ商いだす。どうか気張っとくなはれと励ましました。新次郎は、銀行ができたら、出ていくつもりだすやろ。と聞くと、雁助は、銀行になったら、両替屋の鹿屋はしまいだす。待てはもうやくごめんだすのやと答えました。新次郎は、もし、出て行くて決めたんやったら、どっかでお店出せるぐらいのお金、用意、させてもらいますと、言います。雁助は新次郎のことを見直してました。朝が、旦那様に、鹿屋の炭鉱事業、それから他の商事の会社の社長になっても、らおて思てますと、言うと、新次郎は、なんでわてが、と、慌てます。新次郎が、商法会議所へ行くと、五代は苦しそうに、ソファーに横たわってましたね。続く。